どうもこんにちは。作業療法士の荻野です。今日は足腰の予防体操をお伝えします。自分の体に合った運動ができるように負荷の強い運動と軽めの運動の2種類をご紹介しますので選んでいただきます。そして自分の体に合った正しい運動を行うことで予防に取り組みましょう。この動画ではいつもの介護予防体操では物足りないと感じている方、もっとしっかりと筋力と体力をつけたい利用者様に向けて発信していきます。またこのチャンネルでは介護予防についての作業療法士視点の運動をお伝えしていきますので、ご興味ある方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは早速やってみましょう。まずはもも上げの運動から行います。軽めの運動はこのままもも上げを行っていきます。そして負荷の強い運動は片足を組んでいただいて、そして上の足を持ち上げるようにもも上げをしていきます。体力に自信のある方は足を組んで、自信のない方はそのままもも上げをやってみましょう。ではこちら10回行っていきます。ではご自身で選んでいただいていきますよ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、では今度反対ですね。反対の足いきますよ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。では続きまして足を開いて閉じての運動を行っていきます。負荷の軽い運動はこのまま開いて閉じて、開いて閉じてを行っていきます。そして負荷の強い運動は片足を浮かせていただいて、空中で開いて閉じて、開いて閉じてと行っていきます。ではどちらかを選んでいただいて行っていきましょう。ではいきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、戻しましょう。では今度反対の足いきましょう。ではいきますよ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と。はい、では一度戻しましょう。それでは続きまして膝を伸ばす運動を行っていきます。軽めの運動は膝をそのまま伸ばしていきます。そして負荷の強い運動をされる方は片足を組んでいただいて、上の足を持ち上げるように膝伸ばしをしていきましょう。こちらもどちらか選んでいただいて行っていきます。それではやってみましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と。はい、戻します。では続いて反対の足を行っていきましょう。ではいきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、では戻しましょう。はい、では続きまして膝を曲げる運動を行っていきます。ちょっと見やすいように横向きになりますね。椅子の下にかかとを入れるように行っていきます。軽めの運動の方は足を軽く前に出していただいて、椅子の下に曲げて戻す、曲げて戻すを行っていきます。そして負荷の強い運動の方は片方の足の後ろに足を持ってきてください。そしてこの足を押しながら
椅子の下に足を入れるようにしていきます。なので後ろの足が重りになるように押さえながら行っていきます。こちらもどちらか選んでいただいて行っていきましょう。ではいきますよ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。では戻しましょう。では続いて反対を行っていきます。この膝を曲げる運動は膝が痛い方いらっしゃるかもしれません。もし痛みが出る場合は無理して椅子の下まで膝を曲げる必要はありません。可能な範囲まで曲げて行ってみてください。では今度反対の足いきましょう。ではいきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、では戻しましょう。はい、では続いて足首の運動を行っていきます。まず足首の運動でつま先を上げる運動から行っていきます。負荷の軽い運動の方はそのままつま先を上げていきます。そして負荷の強い運動を行う方は片方の足を踏んでしまうように足を乗っけてください。そしてこの足を持ち上げるようにつま先を上げていきましょう。なので右足10回、左足10回、片方ずつ行っていきます。ではこちらもどちらかを選んでいただきましていきますよ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、下ろします。では続いて反対側の足を動かしていきましょう。ではいきますよ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、では戻しましょう。そして今度はかかとを上げる運動を行っていきます。ではまずですね、負荷の軽い運動は足を軽く引いていただいてかかとを上げていきます。そして負荷の強い運動を行う方は足を前に出してください。足の裏がしっかりとつく程度で前に出していただいて、この位置でかかとを上げてみてください。そうするとふくらはぎに力が入るのを感じると思います。ではこちらもどちらか選んでいただいて行っていきましょう。ではいきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、では戻しましょう。はい、では今股関節から膝、そして足首にかけて予防体操を行いました。このように負荷を強くかけることでさらに筋力アップが期待できます。しかしまだ力が弱い、体力に自信ない方は自分の可能な範囲から行って徐々にステップアップできるようになればいいなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。このように自分の体に合った運動というのはとても大事になります。あまり疲れない、負荷の軽い運動をずっと行っていても筋力や体力は向上してきません。やはりある程度の負荷をかけることが向上につながります。人によっては持病を抱えていたり痛みを抱えていたりしますので、無理して負荷をかける必要はありませんけど、もっと良くなりたい、もっと向上していきたいという方はぜひ
負荷の強い運動にチャレンジしてみてください。では今日はこれで終わりたいと思います。お疲れ様でした。